キム・クーリッヒは、ドイツ・バーデン・ビュール・テンベルク州ヘレンベルク出身の元、プロサッカー選手。元ドイツ女子代表。現役時代のポジションは FW。2003年、VFL ジンデルフィンゲンに入団。2006年に2部リーグで、プロデビューを飾ると、デビューシーズンながら17ゴールを挙げた。この活躍から2008年の、フリッツ・バルターメダル女子部門で、銀メダルを受賞した。 同年、ハンブルガー SV の女子チームに移籍。3シーズンの在籍で59試合27ゴールの成績を残した。2011-12シーズンより 1FFC フランクフルトに移籍。2015年9月、膝の負傷が長引いていることを理由に現役引退を表明した。2009年2月の中国戦で初キャップ。7ヶ月後、 UEFA 欧州女子選手権2009に参加し、決勝のイングランド戦でゴールを挙げた。その後、再び年代別代表に戻り、優勝した 2010FIFAU-20 女子ワールドカップでブロンズボールを受賞。2011FIFA 女子ワールドカップでは準々決勝の日本戦で、右膝前十字じ体帯を負傷してしまい、試合開始わずか4分で交代を余儀なくされた。 引退後は、ドイツサッカー連盟に勤務する傍ら、ZDF でコメンテーターもしている。2016年5月、元サッカー選手のメラニー・ゾヤーとの同性婚を発表。出典、ありがとうございます。